keep the champion。 どうもー、ゴムルーサッカー大好きレースイネさんこと大丸さくらこです。よろしくお願いします。あ、間違えた。よろしくお願いします。ちょっとあの寝起き一発チャンピオンズリーグのアンセムから入ったらちょっととんでもない声をしていてびっくりしましたけれども、うん、さあ本日はチャンピオンズリーググループステージ第1,2,3,4,5 第5節ですね、ラウンド5でございます。でも今日ね、何の試合見ようかなと、いろいろ考えた結果でございますね。ここのね、グループはね、ほんと全部を見たね。見てないね。マルセイユだけ見てないね。ずっとフランクフルトを見てきたんですけれども、フランクフルト追いかけかと思いきや、トッテムナム追いかけだったんかいっていうね。ということで、スポルティング、トッテナム対スポルティングの試合を同時視聴していきたいと思います。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしますね。ここのグループ C は、4試合終わってる時点で、さあ、ただいまキックオフ。4試合終わってる時点で、勝ち点7のスパーズが第1、2勝2、1分け1敗。で、マルセイユが2勝2敗。スポルティングも2勝2敗。で、フランクフルトが1勝2敗、1分けっていうことで、今日勝たんと、グループステージ突破は、激薄になり、てしまうっていう感じなんですよね。まあ、そんなフランクフルトは同時キックオフでマルセイユと、戦っておりますという感じでございます。で、まあ、他の試合もね、気になるわという方もいらっしゃると思うんですけれども、他の試合は、もうね、1時45分キックオフでインテル、プルゼニ、クラブブルフェ、ポルトはやってたんですが、4時キックオフはバルセロナ、バイエルンやってるんですよ。レバンドスキーダービーね。が、バルサのカンプノーでやってる。これもね、これも見たか、見たいんですよ。っていうか、第一節はこっち見てたんです。バイエルンホームの時はバイエルンバルセロナ見てたんです。で、まあ別に、ね、その、レバンドスキーノーセレブレーションやんのか、みたいなのすごいね、気になって見てたんですけど、まあ、レビーは、ゴールせず、ゴールパフォーマンス見ることもなく、みたいな感じだったんですが、まあ、今日どうなるかなっていう。で、アヤックス・リバプールやってる。で、この試合やってる。で、ナポリ・レンジャーズもやってます。アトレティコ・マドリー・レバークーゼン、フランクフルト・マルセイユといったゲームがやってます。ちょっと昨日とばらけさせてくれたらね、桜子日本人選手追いかけられたんですけども。っていう感じでございます。まあ、バルセロナ・バイエルンはね、桜子がやらんでええかと思ったという次第ですね。うん。はい。ということで、何か変なとこをしてしまいました。うん。で、森田くんもね、スタメンで出ておりますので、応援していきましょうという感じでございます。よろしくお願いします。異論を認める。よいしょ。うん。で、待機ありがとうございます。ブラディナさん、おほまるです。一番乗り待機ありがとうございます。ミランさん、ささみさん、フローさん、よろしくお願いします。どうぞ、ゆっくりしていってください。で、このチャンネルはサッカーを中心に同じ試合を見て盛り上がろうという同時視聴配信をしてます。ぜひチャンネル登録、そして高評価、ツイッターのフォローもお待ちしております。高評価は16名の方ありがとうございます。引き続きポチッとお待ちしております。よいしょ。多分桜子ね、スパーズ好きなんですよね。で、ソン・フンミンめちゃくちゃ好きなんですよね。うん。すいません、そうなんですよ。ということに気がつきましたね。まあ、森田ももちろん好きですけども。
バルセロナ、バイエル見るのはもうやめようって思って、ほんなフランクフルトとスポルティングどっち見ようかなってなったんです。鎌田くんもめちゃくちゃ好きですよ、思っちゃう。この、まあ、その3人で言った鎌田くんが一番好きなんですけど、でもなんかあの、マルセイユを分からへんっていうのもあって、リーグワン、南野くんしか見てないから、うん。で、その前ね、フランクフルトの試合同時視聴してた時に、まあ、森田選手もめちゃくちゃ活躍してたので、じゃあ次は森田選手を、うん。応援しようと思ったっていう次第ですね。うん、竹岡さん、アベベさん、いらっしゃい。こんまるー、ゆっくりしてってください。うん。桐原和弘さん、こんまるー、いらっしゃい。桜子の声で寝落ちしていきましょう。一旦この時間に起きて、もう一回二度寝するみたいな感じなんですかね。うん。こんまるー、マメーズさんいらっしゃい。モラッティさん、こんまるいらっしゃい。ゆっくりしててください。さあ、前半5分経過いたしました。0対0でございます。うん。え、そうなんだ。そんな前のめりで、森田くんは、ポジション、あ、そうなのね。ちょっと、日本代表のね、森田と、まあ、川崎時代も見てましたけど、どちらかというとディフェンシブな選手かと思ってましたけど、今のスポルティングではだいぶ攻撃、参加してるんですね。攻撃的なポジショニングを任されてる。確かにね。誰に近いんだろうな。トリンコ。パウリーニョ、トリンコン、おはまれでーす。バンバさんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。ルーカス・モーラ、うわー、トラップちょっと大きくなったけれども、足元だったらオフサイドなかったね。ビエナさん、おはまれです。いらっしゃい。
ホッテナムボールで、うん、あ、いいですね。ケイン、ルーカス・モーラ、ドハーティー、ケインね、前向けたんですけど、おいしょわー、ラチャンピオンズ、オラー、アリアスさんいらっしゃい、ゆっくりしてってください。うん、スポルティングショートカウンター、うーん、クロス、パウリーニョのクロスにヌーノ・サントス、シュートは打てませんでしたけれども、ロングボール、おーっと、おい、トリンコシュッとコーナーキック。セットプレイ、前半10分0対0。ファーサイド、わあ、ちょっと抜けたね。コーナーちょっとミスキックになってしまったでしょうか。スローイン、スパーズ。デイビス。ふい。うえい。うえい。ファールない。おー。おー、うまい。サイド変えて、レイス。森田くん、ここにいる、すごいっすね。めちゃめ、うわぁ。あ、こういう仕事してるん、今。最近そういう仕事してるんや。そうなんや。なんか、久しぶりに近況聞く同期みたいな感じ。最近どんな仕事してる？あ、そういう、別の会社就職した。大学の同級生みたいな、久しぶりに会って最近どんな仕事して、あ、そんなんしてるんやっていう。え、前までもうちょっと守備的じゃなかった？もうちょっと後ろめじゃなかったって。今そんなこともしてるんや、やねん。やな。もともとそんなんやったかな。いや、どう？川崎の時とかもどうや、そんなんやった？コーナーキックですね。もう一度、左サイドから、スポルティング。さっきちょっとミスキックでしたけれど。もう一緒に、わ、うま！よかったよ。コアテスのヘディング、フリーだったんじゃないですか？ちょっとね、外に外れていく、外巻きのボールでしたけれども。あ、コアテス、いい打点でございましたが、枠の右でしたね。343のミラーマッチ、なかなか、珍しい。確かに。343同士かな。343同士っぽいですね。トッテナムが343じゃないのかな。
あっぱぱぱぱぱぱ。ワウワウフランクフルト戦やってない。いや、やってると思いますよ。多分、ワウワウ、チャンネル見つけるの難しいかもしれん。チャンネル見つける？ワウワウのどれでご覧になってるか。桜子はオンデマンドで見てますけど、配信枠見つけるの難しいんですけど、やってるとは思います。いやー、ルーカスモーラー、ルーカスモーラー、うわー、うっさ、そう、うん、に。オフサイドでしたか。あ、オフサイドですね。ナイスライン。ナイスディフェンスライン。いや、これはどうだ？スポルティングもね、ここ勝たんと厳しいですからね。いや、グループ C、ちょっと、日本人選手、チャンピオンズリーグ上がってほしい。うん。前半15分になりました。0対0でございます。あ、そうね、オンデマンドしかしてないゲームがありますね。うん。ナポリレンジャーズ、アトレティコマドリー、レバークーゼン、フランクフルトマルセイユはオンデマンドしかやってないですね。はーい、ビクター、ウェルカム、Thank you。あ、いいっすよ、ホイビア強い。ルーカス、モーラから、たーって、ソンフン抜けることはできず。カットされて、スポルティングボール。あ、ここでカット？ソフミ？あ、中入れて、そう、ハリケーンの向こう側。わーペリシッチから、ケイン、オフサイドなく、深いところ。オフサイドないですね、ナイスですね。全員オフサイド。で、折り返し中。ホイビアっていうとこでしたかね。コーナーキック、スパーズ。ソニー、オニア？よいしょ。セカンドボール。もう一度、ソンフミン。ねえ、ペリシッチ。あら、何のホイッスル？オフサイドでございました。カシャノさんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。うん。スポルティングのエドワーズ、トッテナム出身でフルス対決。あ、そうなんですね。ちょっと確認しますね。マーカス・エドワーズ、23歳。トッテナムのアンダー24にいらっしゃったみたいですね。スパーズから所属で、レンタルでノリッジ行ってて、で、エクセルシオールも行ってて、ビトーリア・ギマランイス、おー、もう行ってて、トランスファーってなんだっけ？トランスファーで、完全移籍でスポルティング来てるっていう感じですかね。トップチームでのプレイはないかもしれない。わかりません。こまる、よしぼさんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。
ワウワウは、1デバイスでしか再生できないと思いますね。うん。1アカウント1デバイスですね。わ。うん。立って、わ！うん。いいですね。いいですね。これちょっとでもわかんないな。うん。森田、フォワードやってんの。あー、クロス、いいクロスでしたよ。パウリーニョ、最後。ちょっと枠の上ね、行っちゃいましたね。いや、でも、シュートも悪くなかったですね。ソニー、ペリシッチ、中3枚。ペリシッチクロスコーナーキック。桜子さん一瞬だけ未来を実況してる。あ、桜子が早いパターンね。現地時間が20分25秒ぐらい。で、桜子のワウワウさんは20分15秒ぐらい。なので、十数秒。あ、ショートコーナー。ペタグールドクロス。うわー、ロングシュート。メンタンクールのロングシュート枠の上でございました。いいんじゃないですか？こまるでーす。オレオさんいらっしゃい。ゆっくりしていてください。これちょっと、スポルティングの方が準備してきてるかな感はありますけどね。どうなんだろうな。うん。スポルティング、ボール、終わった。と早い立て、あ、前向いてる、エドワーズ、はあ、シュート、マジ入った入った、うわ、これゴラッソ、うわー、ゴラッソー、あー、スパーズ恩返しだーんですね。ございました、すごいゴールでございました。けごーらっそー、いや、これは素晴らしい、素晴らしいですね。素晴らしいゴールシーンですね。結構運んで自分で行ったよ。いや、すーごい、これは、ロリスも届かぬ。これはちょっとみんなやってほしいゴールですね。中央でもらって、左にドリブルしていって、右隅にゴールするのすごいっすね。血を這う。ペナルティエリアの外から血を這うゴール。うん、そうですね。アンダー世代からトップチームには上がれなかった。うん。
レンタル出されて戻れなかったエドワーズ、チャンピオンズリーグの舞台で。フルス相手にゴールは熱いでございますね。ディフェンス陣の油断もちょっと感じましたね、確かに。ご家庭でもやっていただきたいゴールだった。ほんとちょっとみんなやってちょみんなもやってほしいわって、面白いな。そういうご家庭でやってほしいっていう意味でみんなやってほしい、もう試してみてほしいとか言うわけじゃないことじゃなくて、ちょっとね、サッカー選手にですよ、その自分の推したちにですよ、竹房とかもやってほしいなっていう思いで言ったんですよ。ご家庭でもやっていただきたいという気持ちで言ったんじゃないけど。いやでも、もし機会があったらご家庭でもやってもうて。すごいですよ。かっこよかったね。いやすごいコース本当に。あれ右で打ってた？左で打ってた？なんか左のが打ちやすそうなコースではありましたけど、右で打って右かな。さあ25分になりました。スポルティングが先制しております、0対1。いやー、ここでスポルティングがね、トッテナムに勝つとだいぶグループ C、 スポルティングの突破期待できる。いいよー、ウガルテ、ウルグアイ代表なんだ。ちょっとでも1点取られてスパーズは落ち着いたかもな。いつもの自分たちのプレイ使用感があるかもしれない。ボロ、おおからサイドチェンジのヒーダ、ドハッティの、バックパスからスパーズボール、ホイビュア、右サイド、ドハッティ、キープして、コーナーキックにします。今の状態だとスパーズ敗退。スパーズ敗退は、こっから、全部負け続けたりすると、敗退もあるかもしれないけど、今んとこそんなに、敗退の危機はないかもしれない。でも、グループ C はね、ここの、結構ね、4チームどこも、均衡してますね。ニアサイド、弾いて、セカンドボール、ホイブア、右サイド、ムムムムム、ペリシッチ、戻します。後ろまで戻して。今日がね、5節目なのでね。あ、グループ D か。
グループ D ですね。うん。ここはね、まだもう、まだまだわからんのですわ。多分最後までわか、今日の結果によってかもしれないけど。今日フランクフルトが負けたら、フランクフルト突破はちょっとめちゃ厳しいかもしれない。うん。ひょい。あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。うまかったね今。うん。うがるて、あ、さすがですね。うがるて、ウルグアイ代表。さあ、前半の30分になりました。0対1でございます。うん。よいしょ。あ、この辺がアウェイサポーターゾーンなんですね。あわあわしてるコンテが映ってましたけども。うん。こまる冷静。ムッシュッシュさんいらっしゃい。うん。あ、いいよ。左、ヌーノ・サンチェスのグラウンダーのボールを弾いてコーナーキック。スパーズビルドアップうまいセンターバックがほぼロメロだけってのがすごい辛いです。正直、富安欲しかった。富安欲しかった。もうね、モテモテ。激モテですからね、富安選手。よいしょ。やめて。ゴミ投げるのやめて。このキックは、ゴールキックに変わりました。よいしょ。場合によってはスポルティング、フランクフルトが上がる可能性がある。今日の結果次第やね。フランクフルトは今日も次も 2連勝しないと厳しいかもしれないけどね。ゴミはゴミ箱に捨ててください。コーナーキックの時に相手選手に投げるのやめてください。そういうサポーターいるチーム好きじゃなくなっちゃうから。スパーズは富安よりエメルソン取った。あ、そうなんや。うん。よいよ。でも確かにね、ビルドアップに苦戦してますな、スパーズは。
だからもうハイプレスでショートカウンターの方が得点しやすいのかね。うん、いいよ。ファールですね。ファースですね。重要ですね。やっぱ第5節重要ですよね。うん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 、スポルティング低い位置でライン広げまくった組み立てするから、ライン広げまくった組み立てするから見てて怖い。おお、低い位置でライン広げまくった組み立てする。そうなんや。リスクの大きい、うん、配置ってこと？うんうん。ちょっと今知らない情報がどんどん耳に入ってきてびっくりしたんだが。そうなの？桜子のタイムラインに流れてこなかったからびっくりしたわ。そうなの？スポルティングの監督がアストンビラに、が興味を持ってたけど、結局、ビジャレアルのウナイエメリ監督が引き抜かれましたって言って、エメリ、アストンビラ行くの？マジ？そう、なんだ？アストンビラの、監督、うん、が退任になったのは知ってるんですけど、エメリンが決まったのは知らなんだ。いつ出てたんだろう。桜子が多分何にも、あ、ジェラード、そうそうそう、ジェラードが、うん、解任されたのは見てましたけど、多分桜子はね、こう浮世から離れておったんでしょうね。全くネットを触ってなかった時間、昨日、そうかも。ね、ほとんどネット見てない。おはまる、カンテローさんいらっしゃい。あ、来たよ。ライン間でハリケーンもらって左、ソンフンミン、中2枚、フミン、ソンフンミン一人でもいける、右足シュートは、アナンのキャッチ。よき。すごいね。こんだけギュって詰まってんのによくそこシュートできるね。スポルティング守備はめっちゃ中央に押し振る。本当にね。だからそういう作戦なんかね。うん。よいしょー、いいの来てましたけど、森田くんからですね。エドワーズ、仕掛ける、おー、クロス、ブロック。
よきよきファールですか。山森田くんからチャンスボール、チャンスメイクでしたね。ビジャレアルは元バルサ監督、キセ、エティ、セティエンが就任。あ、そうなんですね。アーセナルから選手取るとか噂が出てる。アストンビラがってこと？アストンビラってどこの選手が欲しいんだろう？どこのポジションの選手欲しいんだろう？アーセナルから？使ってない選手かな。うん、あるかもね。アストンベラ行きそうな選手。うん、どうだろうな。別にアーセナルも選手余ってるわけじゃないからな。ポロ、うん、ウガルテ、エメリン誰欲しそうかな。ポロ、た、うわ、コーナーキック。40分になりました。0対1でございます。スポルティングがリードしてます。うん、ブーイング来る。コーナーキック。よいしょ。うわ、来た。うわー、いったー。追加点。オフ？何？あ、笛入ってたね。カード。イエロー、何？ごと？イエローカード。とととと。うわ、ちょっと、ドハンド。いや、ドハンドやん。それはハンドボールよ。コアテスイエローカードですね。あ、コアテスウルグアイ代表なんですね。コアテスも。いや、なんか、普通にね、見てたら、あ、コーナーキックから入った、ヘディング決めたって思ったけど、リプレイ見たらドハンドでしたね。うん。いいスパイクだった。うん。この時間に追加点で 2-0 になったらだいぶですけどね。エメリーいる間にソシエダで一回戦えてよかった。ほんとそうね。もうすぐってこと？そっか、すぐ？いつからエメリン？マジ？わー。そうだな、ビジャレアル、エメリン。いなくなっちゃうんだ。そうだよね。監督とか別にシーズン関係ないんだもんね。言われたすぐか。監督の契約ってどんな感じなんか。ね、その、違約金とかあるんかな。あるよな。大変やな。シーズン中にね、監督変わるって。もう就任してるんだ。もう、じゃあ次の試合からエメリン出てくるってこと？今週末からが初戦？うおー、ひょうひょうひょう。やだなー。
まあ、ソシエダはね、監督変わることないでしょうけどね。監督途中で変わるの怖いなぁ。森田くん。違約金600万ユーロ、600万ユーロって、高いのか安いのか分からへんな。うん。エメリーでツイッターに入れるとエメリー腐って出てきます。期待されてますね。期待やね。ちょっとやっぱ日本人みんなエメリー好きやからね。ハリケーン。うおー、ファール、おーウガルテとがぶつかってってファールにしたってことですね。これの一個前はね、逆にケインが吹っ飛ばしましたけど。フリーキックこの位置から。これは、前半の最後、スパーズビッグチャンス来たんじゃないですか。45分になりまして、アディショナルタイム1分、これもラストプレ、いや、あと1回2回はできるかな。うーん、よ、おおおおおわわわわうわぁ、す、うわぁ、その言葉が出ない、出ないプレイだったわ。フリーキックサインプレイで、ミスだったわ。ラストプレイいけんちゃう？あー、ちょっと大きくなっちゃったかなぁ。ルーカスモウラー収められずホイッスル何の握手や何の握手や、面白いな。うん面白いな、ルーカス・モーラ。なんか倒れた先で腹心と見つめ合ってビッグスマイルで握手して終わったな。さあ、前半終了、0対1、エドワーズ古巣に、相手にゴールを決めて、0対1でございます。期待に応える。いいですね。いいですね。うん、前半戦はでもスポルティングのは良かったですね。アストンミラでスミスローとティアにリストアップされる。あ、はい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 、ほいはいはいはい。いやー、はあ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 。でしょうね。でしょ、そこやね。スミスローは、アーセナル出ないんじゃない？アーセナルの子よ？うちの子よ？どうなんだろうね、その、金額積まれたらわからんのか。ティアに呼ばれたら仕方ないのか。9億ぐらい。こういう時エリクセンいてくれた。エリクセンいたら、後ろからも流れできるだろうしね。サイドも強くなろうに。
エメリ時代の選手、ジャカとスミスロとサカぐらい。今日からヤンジャンで連載始まったカテナチオっていうサッカー漫画が面白かったです。1話目無料でした。あ、読みたい。カテナチオ？イタリアのサッカー漫画？マジ？今？2022年に？令和にカテナチオする？いいね。読もう。森田が思いのほか前でやってる。そうなのよ。そう、最初桜子もね、それ言ってたんですよ。大学時代の同期がさ、それぞれ、別々の場所に就職していってさ、久しぶりに会って、今どんな仕事してんのみたいな。え？そこなんか定期的に会ってさ、仕事の報告したりするやん。で、前はなんか、守備的な仕事してるっぽかったのに、久しぶりに会ったら、そんな仕事してんのみたいな、今。え、森田くん今そんな仕事して、そんな前目でやってんのみたいな感じ。びっくり。え、前までそんな任されてなかったやん。そんな、あれ、得点、攻撃参加してる、守備的な選手かと思ってたのに。いや、だから、さあ、その、日本代表でどうする?多分、日本代表で求められてる、役割、今、そんなやってないのかなと思って。これで鎌田がプレミア来てビラ相手にゴールしたら、この間のソシエダ戦もあって、いよいよ日本人がエメリのトラウマになりそう。いや、でも、それでもなお日本人選手を手元に置こうとする監督だから、エメリンは何も気にしてないと思う。そんな日本人視点だとね、日本人から見たエメリンとの関係性になるけど、そんな国山ほどあるんじゃない、エメリン的に。世界中にトラウマ植え付けられそうな国籍の選手の国籍いっぱいあるんじゃない？セリエバカにしてないですよ。セリエはバカにしてないですよ。森田8番の役割結構いいですよね。代表で遠藤6番に専念させることができる。いいのか？いいってこと？このままでいいってこと？え、ちょっと桜子はでも森田に守ってもらおうと思って、桜子は森田に守ってもらおうと思ってたんだよな。日本の中盤は森田に守ってもらおうと思ってたんだよな。だからちょっと、そんな前の方いてたら、ちょっと、どうしようって思っちゃってるけども。そこはもうね、足りてんねん、みたいな。そこできる人、いっぱいいるねんなーっていう気持ち。攻めた。そうなんよ。守って欲しかったんよ。攻めたやん。森田ちゃうやん、もう。攻めたやん。攻撃の選手なのに横浜 FC でセンターバックさせられてた時の松井大輔には驚きました。
松井大輔センターバックやってたん。まあでもそっちはね、そう下がってくる分にはなんか納得いくんですよ。そのね、最初は前線でだんだん下がっていくパターンはね、ちょっとあるあるかなって思うんですけど、上がってくのね、上がってくの、まあでもそんな上がってるほどではないと思うけど。こんまる、淡路屋さんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。副業の時代。マジ副業。どっちが副業よ。こっちが本業やから。森田くん的には。スポルティング本業。日本代表が副業やから。竹のゴールハイライトで見ましたが、あれこそ幻のゴールでは。VAR って何でしたっけ？ねえ、ゴラソだったでしょ？でもソシエダ的にはあれゴールだよっていう気持ちを込めてか分かりませんが、あの試合竹房くん MVP もらってますんで。アーセナル時代解任の後押しになったからトラウマリスト鎌田くんに倒してってことかな。スパーズ権威次第だから、としたら今日の権威は良きな感じはする。森田アンカーの方がいいと思う。しょでしょ、桜子もそう思うねん。ちゃうねん。だって森田みたいなことができる人がいないんだもん。今、スポルティングで森田くんがやってることをできる選手はいっぱいいるんだもん。っていう風に思っちゃうんだが。田中と森田のコンビで田中に上がってほしい。そう。そうだね。田中森田コンビだ。森田中コンビだったら、そういうバランスだね。うん。ソシエダ公式でエプロン姿の竹が料理盛り付けてるのよかった。よかった。良きでした。なんかバスク地区と日本の文化交流みたいなイベントがあったんですかね。で、竹房くんも、バスクのお料理を作ってみんなで食べるっていうのを参加してまして、よかったですね。お箸でこう魚の上に、違うわ、なんかお野菜の上に魚乗せるやつ、よかったですね。ソシエダがめちゃくちゃ動画出してくれるから毎日楽しいわ。板倉間に合ってほしい。コウくんどうなんやろうな、順調かな、なんか最近はそんなに調子いいですみたいなの聞いてないんだよな。なんかね、まあ、そね、松葉杖とかこう痛々しい姿とかに思えるから、写真とかも出てはいるのかな。桜子が見に行ってないだけで、メンヘングラッドバッハ見に行ったら、コウ君頑張ってますみたいな、それとか自分のインスタとかアップしてたりするのかな、リハビリ風景を。どんな感じなんでしょう。コウ君間に合う予定ではあるけれど、桜子の中でも。映画制作、記者会見、攻撃ミッドフィルダー役の森田。いやー、そう、いいの？そのキャスティングで。マジ？逆に、だから、守備的ミッドフィルダー役は誰がやんのよ、だからさ。山口ホタルの代わりで代表初選出された森田。元は攻撃的だったのでは説。ホタルちゃんの代わりだったの？スパーズ相手にアウェイで互角以上に戦ってスポルティング強い。ポルトもベンフィカも強い。ポルトガルのクラブやばい。ポルトガルのクラブやばい。そう、なんか、桜子の中で欧州リーグのランキングが、五大リーグの下のランキングがちょっと、移ろってきてますね。前半戦はだってスポルティングのが良かったよ。
怪我治るのとコンディション戻るのは別もそうなんよな。怪我治ったそれでいいわけじゃないもんな。ランニングしてた。ダビド・シルバ役の久保建英で、それはある。後半70分以降はダビド・シルバ役ですね。桜子ダビド・シルバ役って言うもんな。あ、今ダビド・シルバ役やってんのはって言うもんな。そう、竹内さんやるときもあるし、ブライス・メンデス役やってるときもあるからね、竹内さん。だからルームランナーで走ってた。もう走れるってことね。10月末。ちょっと待って、でも、どう？試合、一回出れる？出れへんな。もう、あれか。日本代表合流合わせだ。ぴゃーぴゃーでもなんかそんな選手さ、痛くない？その、怪我。日本代表、日本じゃないかもしれない。他の国かもしれないけど、ワールドカップ前に怪我してワールドカップ合わせだった選手。いるよね、でもいっぱい、きっと。どうなんだろうな、試合感。試合感ってどうなんだろうな。でも、いっか。代表だってそもそも別に代表でずっとプレイしてないし、バーって集まってやるわけやから、一緒っちゃ一緒か。いっか。代表復帰の方がいいか。チーム復帰より。うん。シルバ怪我で本当にシルバ役にはそう、怪我だったわ。にゃー、こないだの試合、シルバ調子悪そうって思ってた。なんか、怪我だったわ。もう試合中なのか試合前なのか試合後なのかわかんないですけど。うん。練習試合一つある。キャナダと練習試合がありますね。靴紐待ち。靴紐待ち。え、もう終わり？なんだ？選手交代？うぅ、何の時間ですか？言われんで、学級員。さあ。スポルティングボールで後半キックオフ。うん。ベッキャムがあれ、怪我。ベッキャム先生、怪我明け代表復帰、ワールドカップ。メングラの監督はワールドキャップまで、クラブで試合に出すつもりはないって言ってました。ワールドキャップ合わせだよね。そう、だから、クラブで怪我させてもうた、代表選手に怪我させてもうたとこは、そう、なるよね。うん。シャルドネさん、こんばんは。こんばんはです。いらっしゃい。推しチームは作らないようにしてますね。でもなんか、いっぱいありますって感じです。え、ノイアー怪我してんの？まあ、ノイヤーいなくても、みたいなとこあるからな。壁の大きさ変わらずやな。うん。スケット外国人役の、阿部寛選手や。スケット外国人役やりそう。なんか、予算の限られたスポーツ映画。スケット外国人役。うん。守るって感じ入ってるのめっちゃ攻めてる。うん。もうみんな、結構ね、日本人、うん。ドイツ残念も怪我してた。マジ？
ワールドカップで見たい選手が見れなくなっちゃうのな。日本人選手の怪我も心配だけど、他の国のね、お怪我もね、嫌やね。ドイツ、スペインはありがてえのか？そんなことないわ。だって4年に1回しかないんだもん。選手もワールドカップ出たかろうって。ソニー。うん。ペシチ？お、今日、ババ。クロスに合わせたのは、ペリシッチのスパイク変えた話。怪我から復帰のルカク秒速でゴール決めたな。怪我とか試合感とか関係ねえって感じ。確かに野生的な選手、野生の感覚が強めの選手とか試合感とか関係ないかも。三笘は間に合うんだよね。うん。強いフルメンバーの強豪国を倒す日本が見たい。そうだね。シュミットも怪我してんの？おいよ、おいよ。でももしかしたらあれかもな。その前半戦とか0対0の状況、点取るまでは森田くんはその攻めたをやっているけれども、もしかしたら 0-2 とか、2点差とかになって、守りに、ね、チームがそう守りに入ったら森田になるのかな。コンテ何考えてるか。ブライアンヒルアップしてるじゃないですか。めちゃくちゃ映され、うん。おいしゃ、うわー、ナイスーカット。ポロ。森田も上がってましたけども、やべえカウンター、カウンターやばい。ハリケーンからソーフミン、カウンターやばい、カウンターやばい、カウンターやばいよー。フィビアクロス、おいしょ、どうそっち。そうなるんだわ。そうなるんだわ。うわー、やりきろうとするね。少ない人数で。コーナーキック、ソッテナム、多いニア。弾いて、セカンドボールもう一度、ソニー、低いボール、クリア。大丈夫？ダイヤ、始まってんで？よいしょ。レンタンクール？切り込んで？切り込んで？わあ、ダイヤ。あ、ターンド？ない？やばい！ああ！びっくりした。よう止めたな、キーパー。桜子見てなかった、そっち。ちょっとハンドかなって思っちゃった。切り込んで。うわーしょ？ファーサイドからの、ルーカスモール。おいしょい。トテナムハーフタイムにコンテに怒られたなってくらい、外怒られたなってくらい前半より走る。いや、確かに前半のね、トテナムはあんま、
もっとできるのではっていう感じで、もっとできるでしょうって言う感じだったからな。怒られて叱るべきかもしれない。あれ最後ダイヤだった、シュート、最後で2個、1個前かな、枠内行ってたやつ。カウンターになるとこれこれとばかりに風盛り上がる客席。せやねー。何そのゴム、何そのゴム。スポルティングの監督の若手起業家感がすごい。若手起業家やん。でもあれ見に行ってるからね、トッテナムのお客さん、ここの会場にいるお客さんは。ふむふむ、おう、さあ抜けました、左ケイン、どっち、コーナーキック、スポルティングの監督キラキラの腕時計、コンテはゴム、ゴム、あのゴムなんだほんまに。いやキラキラの腕時計だから多分ね、アップルウォッチとかでしょ。うん、コンテゴムやったの、腕につけてのゴムやったからな。わいしょわ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 しょ。いいよ、ソフミン、ハリケイン、ソフミン、左足あるよ、シュートー、ナイスキー。よかった、トッテナム動き変わりましたね、前半と。トゥ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 。森田くん、わあ、いいんじゃないですか、もうちょっと過信してもいい。お、お、つながってる。ヌーノサントス、来た、トリンコのシュート、枠上かな。うん。コンテには書類するときに、メガネかけてほしい。呼んだらメガネをちょい下げて、ちなみにさ、ダンブルドア先生やん。確かになんか、あ、あ、これ何の曲だ？でだだだ、聖者の行進。だだだだだ、ペリシッチ、おいしょ、コーナーキック。スパーズ名物聖者の行進。あれ、なんて書いてあるの？あ、うん。コーナーキック。うん。よいしょ。いいですね。パンチングでクリアして、セカンドボールも外に出てスローイン。小指は。ドハッティ。もう一度小指は。
森田くん、ルカス・モーラ、クリア、サイド変える、ハリソン・フンミン戻し、ハリケーン囲まれていますけれども、あー、ようキープできますね。ペリ、ロメロ、ルカス・モーラ、ルカス・モーラ、ルカス・モーラどっち、おー、あ、シュート、シュート本数はちょっと増えてきてるかもな。守りきれるか、クロス、いやー高い、外から入ってきて、ソン・フンミン、森田してる、森田してるわ。いや、我慢の時間だね、スポルティングは。スパーズは決め切りたいよ。あ、自分で食う？あー。ルーカス・モーラ、切り込んで、クロスだったのかな？クロスかな？逆サイド誰か。おい、森田くんが足痛めてるやだよ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。え？嘘？ダメ？やだ。嘘でしょ？やだやだ。やだやだやだ、ちょっと待ってよ。うわぁ。うわぁ、やめてくれ。やめてくれ。やめてくれ。どこの何で？どこの何とかじゃないんだよ、か、ないんだろうか。左、ふくらはぎ。左、ふくらはぎ。やだー。スパルティング監督37歳。若い。確かに。37歳っぽい。あ、キラキラの腕時計だね。うわ、交代だ。めちゃくちゃバタしつ、バタバタのベンチ。バタバタじゃないっすか。うわー、うわー、森田くんダメなの。やだー、やだー、いやー、いやー、60分森田くん負傷交代、左ふくらはぎ、いやー、ちょっと何の接触もないところでショー、うわー、うわあ、やだよー、やだよー、やめて、あーあーあー、ちょっともうショック、ショック大きい、ショックが大きいわ、ショック、歩い、そう、歩い、自分で歩くはね、なんかもう、関係ないよな。全然、自分で歩いてたり、こう、痛そうな顔してなくても、しっかり怪我してる人いっぱいいるもんな。やだよー。面倒な箇所の怪我じゃなければ、
ひょうひょうとしてそうなキャラだからリアクションじゃわからない。そう。あとなんか、多分、実際そんなに今痛くないんだと思う。そのなんか体に異変ではあるけど、痛いかどうかで言うと痛くないと思うんですよね。その、やめて、アドレナリン出てるし。でもその状態で NG ってことはもう、はぁ、肉離れでも歩けたりするか、そうなんや。肉離れたことないけど、そうなんや。ねえ。うわ、ポゼッション。ラスト15分。トッテダム 67%、スポルティング 33%、シュート本数、スパーズ7本。押し込まれてますよ。キープできない。膝じゃないだけ。そうだね。マジ？どうしよう。森田くんがもし間に合わなければ。だとしたら桜子はもう、ルーカス・モーラ倒されましたけれども、ファールございません。スポルティング。トリンコン。じゃあさんいらっしゃい。森田負傷交代です。ショックです。まあ、接触があったというわけではなく、左ふくらはぎの筋肉系トラブルだと思われます。ショック。もうなんか桜子、もしワールドカップで日本が期待の活躍じゃなかったら、負けたのはドイツにでもスペインにでもじゃない、負けたのは怪我に負けたんや。無理な過密日程に負けたんやっていうわ。ドイツとかスペインはそんな怪我人いいひんのかな。あ、鎌田ボランチ、せやね。いいかも。ロメロイエローカード。なんか小競り合いでしたね。0対1のままだったら追いつかれ
ちゃいそうだな。何？ファルなしです。だいぶバタバタと倒れておりますか。この試合スポルティング負けてもいいから森田怪我しんといてって思ってた。せめてじゃあ勝ってくれ。森田と渡るくんは絶対いないけど、そうなんだよ。ルーカスモーラ。あ、カットして繋げられないかね。まだある？あ、出たかな？出てない！ライン割ってない！クリアボール。森田。なんか一番もう怪我してほしくないところ。おっと、どーてーやっちゃドハティ、枠内言ってましたが、アダのナイスセーブ。ホイビア切り込んでクロスをコーナーキックにしていく。コーナー、おー、キャッチ、ナイス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 キャッチ。キャッチは素晴らしい。あ、え？ライアンヒール。うわ、激しい。激しい。試合になってまいりましたね。選手交代しましょう。ドアティに変えて。アダン素晴らしかったね。ブライアンヒル。ほんで、スポルティングも交代ある。トリンコン変える。先生にょん。トリンコン変わってアルトゥール・ゴミス。でもだ、こういう攻めまくってる状況でブライアン・ヒルいいかもね。攻め込んでる状況にはいいかもね。ボールポゼッション高くて。板倉ボランチあるねー、あるねー。他代表呼ばれてるボランチって、遠藤、森田、田中碧、柴崎。あと誰や？もうね、何にもないところから急に呼ばれたりはもうさすがにないからね。
18歳？あ、うん、これはもう守りきれるかね、スポルティングは。点取るまで終わらない攻撃。ブライアンヒル。よし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 、クリア。よー、そうね。今起きたらスポルティング勝ってて驚き。スポルティング勝っても前半に1点リードして今は攻め込まれているのを耐えております。そもそも海外でプレイしてる中盤の選手がそんないないのでは？うん。コーナーキック、おー、フリック、ダイヤ、ダイヤセンスあるねー。惜しい。枠の上でございますね。原口ね。原口ね。原口、いいかもしれないね。森岡、うん、サポーターの方がピンチ顔やった。ピンチ顔やないか。川辺、お、ナイスドリブル、いいよ、打っちゃえ打っちゃえ打っちゃえ、ナイスシューでしたが、ナイスキーロリス、チャンスでしたね。チャンスでしたね。よき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 。よき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 。ナイスナイスナイス。うわー。うわー。いや、悪くなかったよ、シュートね。コーナーキック、スポルティング。うん、ニア弾かれてスローイン。大迫ブレーメン時代ボランチたまにやってた。あ、ブレーメン時代やってたかも。お、いいんじゃない、シュート、うわ、か、こぼれ球出せ、おい、あー、どっちゃいけるって思ったけどな、いけるって思ったけどないわ。あ、これがうまいですね。自分の股をくぐらせて、シュート。うわー。うわー。決
定期でしたね。結構空いてたよ、ゴール。ロリスも左寄ってたから結構目の前空いてたよ。狙いすぎたかな。コーナーキック、スパーズ。ちょっとね、チャンスの後はピンチになりがちなので、しっかり、よいしょ。交代選手がすごい活躍してますね。スポルティングは前線みんな変えてるんですけど、その前線メンバーが躍動している感じです。うん。大丸、ボケンセさんいらっしゃい。ゆっくりしてってください。カウンターでワンチャンある。あるね。あるね。で、今ね、その、わーおー。いい攻め方がいくつかできたから、でスパーズもさっきみたいな、ガンガンライン上げて総攻撃もできなくなっちゃったね。ちょっと下がらないと、うん、ってなるとまた運びやすくもなるからね。うん、ウェイウェイ。トッテナムが2回目の交代準備してるのかな。おクロス、逆サイド、ブライアンヒル、どっちだ、コーナー。うん、スパーズディフェンスライン安定してないからカウンターありかもね。時間もね、間もなく80分ですしね。出たね、勝ってる方の監督。わー、何してん何してん。コーナーキック決めました、トッテナム同点だー。うわあ。うん。なんだ、なんか触れなかったね、キーパーがね。あー、ちょっとファールあんのかな。普通に競り負けただけなのか。うん、ファールなし。いや、なんか取れそうな、普通にねえ。スポルティングの監督未来予知してた。うん、いや、そう、勝ってる方の監督の方が、買ってる監督の方が厳しい顔してるパターンかと思ったら、入れられと同点弾になりましたね。いや、この時間の同点、スポルティング的にはもったいないですね。エメルソン。んで、ベン・デイビスに代わってラングレー。ルーカス・モーラーに代わってエメルソンですね。ここで、選手を変えてくる。よいしょ。フリーキックから、セカンドボールを取らせない。クリア甘いんじゃない？クリア甘いんじゃない？ソンフミン追いつく、ヒールなあ。おー、当たってた、ワンタッチありましたか。
スポルティングボールでした。トータルアタックシュート本数15本、スパーズ枠内5本、スポルティングがシュート9本。いやー、守備良かったからもったいないですね。セットプレーで失点。うわー、いい位置でフリーキック、ブライアンヒルが倒されて相手にイエローカード。誰や？あ、ウガルテにイエローカード。ありゃありゃ、ちょっとウガルテ桜子押したいな、好きだな、イエローか。いや、いい位置ですよ。ソニーが蹴る？直接もある？直接もあるね。わー、うまい！わー、惜しい！ダイヤーが信じられないぐらい悔しがってる。ね、ベンタンクールあったんじゃない？ 2 点目あったんじゃない？いや、地球タコな、え、ロリスめっちゃ出てるけど大丈夫？ロリス、ロリス、あ、ロリス、ロ、なんで高いボールにしたん？何？アオフサイ？アオフサイか。ロリスがなんかディフェンダーやってましたね。ああ、ここでもうすでにオフサイドだったんですね。で、ディレイの間にロリスが前出て、抜かれて、ゴール前。あんな浮かせたボールじゃない方が良かったよ。なんで時間作っちゃったの？うん、ちょ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 、なんでそんなロスト。みんな地球叩くやん。ハリケーン、うんうん、よし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 、うわーし、ファールないです。まだスパーズボール、ブラヒルのクロス、うわー、アダンキャッチ。え、ブライアンヒル調子良さそうやん。なんか生き生きしてるね。やっぱね、ボール持ててる時の方が調子いいんでしょ。調子いいよね。なんか、魅力が発揮されるよね。カウンターサッカー合ってんのかな、この子。エメルソン。よいしょ。おぉ。ペンタンクール。お、逆サイド、エメルソン、わー、合わんかったね。うむうむむ。コンテでも確かになんか
金縁メガネとか似合いそうですよね、ま、金縁丸メガネ似合いそう、瞳の色が綺麗だから。うわー、ソームミ、ブライアンヒルに厳しいパス、厳しかったねちょっとブライアンヒルを過信したパスでしたね。信じられている、うん、ノールックだったんだり返し置いてかれてクロス、あ、逆サイド、ブライアンヒルキープしてクロス、クリア、あ、いいですね、うん、森田は交代させてはダメだ、すごいですね、森田めちゃくちゃ信頼されてますね。うん、ゴール前浮いたボールまだありますか、うわすごいね、ヘディングだけでクリアした、ヘリング4つぐらいつなげてクリアしたの。うん。おー、残せた、折り返し、きたー、うわー、ラングレーのマイナスのボールに最後ダイヤーのヘディング、ゴール空いてましたけれども枠内行きませんでした、あーあー惜しい、あー惜しいね、まあ、ダイヤー触らなくても奥にハリケインもあったという感じではありましたねダイヤ3度目の正直ならずですね。うん。あ、いいんじゃない？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 スパルト、おー！なあ！いいシュートでございましたが、監督アリンコは見てない。アリ見てるわけじゃない。しゃがんでたけど。うん。コーナーキック、アディショナルタイム5分。あほん？ふわっとした。カウンター怖いっすよ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 。あー！いやー！ソン・フンミン出てませんでした。いやー！ファルない、ファルない。うわ、オフサイドでしたね。出てたね。さて、ここに来て、桜子トイレ行きたいかも。無理だよ。5分。試合終了5分前にトイレは行けないよ。後半アディショナルタイムにトイレは行けないよ。行ったことないわ。試合見てて後半のアディショナルタイムに1対1の状況でトイレ行けるわけないわ。ちょっと頑張れ桜子、桜子さん頑張れ。漏らす？いやー厳しくなってきた。うわ、ここでブライヒルカット、いいじゃん、ソフミン。いけんのじゃない、シュート、ワークナー行ってる、こぼれ球、ブライヒル、あー詰められた。倒れるわな、それはな。ベンタンクールちょっと孵化しましたね。やめて、地球 DV やめて。うん。いや、これちょっと
とクリア、これちょっと弾いた先危険すぎたで、シュート弾いた、弾いた先危なかったね。あれダイレクトで打たれてたら入ってたな。モラスとゴラソって似てます？似てないです似てないです。ラしか似てないですよ、うん、いやーちょっとやだ、トイレ行きたい、うん、各所で激戦が、ちょっとこんなところでまさかの負けられない試合が、正直今のブライアンヒルは余計だった触らんでよかった。森田ベンチにいた？そっか、まあ、すぐ病院とかロッカールームで治療みたいな感じではないっていうことでしょうけど、うん、3分半、残り1分半、暴行の攻防、うまーうまー、信じられへんぐらいうまー。試合中にトイレ行ってモーリーノにせかされた選手じゃ、試合中にトイレ、そういつも気になるねんな、桜子。試合ね、トイレ行きたくなってどうしてんやろうなと思って。我慢しながらやってんのかな。ポロシュート、おー、焦らず、あと1分あるから、暴行の攻防ですよ。トイレ行きたい。あーやー、うわー、マジかー、ありけー、ありけー、マジかー、うわー、折り返し、あーちょっと、あ、オフサイドないのかな、押し込んだハリケーン、いやむずいよこれ、これむずいよ、あ、なるほどね、相手選手に当たってリフレクションしたボールをそのまますくい上げて体を反転させて真後ろのゴールによく入れますね、よく入れます。ちょっとでもオフサイドだったかも、ハリケーンオフサイドっぽかったですけど、相手選手に当たってるから、オフサイドないんじゃないかね。何をチェックしてるかわかんないですけど、VR ゴールチェック中ですね。あ、ボールより後ろ？あ、ボールより後ろか。どっちかね。いや、ほんとラストプレイです。これ入ってるか入ってないのかチェックして試合終わりますね。え、ちょっと、どうだ？どうだ？ちょっと、チェック中。ちょっと、え、トイレ行ける感じ？トイレ行ける感じですか？5分って聞いてたんですけどね。5分って聞いてたんですけど、7分経ってるね。
大事な VAR だよね。そうだよね。なあ、確認したいよ。そりゃ桜子も VAR 確認したいよ。うん。ボールの位置が、ボールの、折り返しがマイナスだったらせ、ボールの位置が、どうかってことをね。トイレ行きたいよ。マジ？ちょっと、VAR、もう見たええやん、主審。ちょっと、もう、オンフィールドレビューしたらいいやん。そんなに映像を準備するの時間かかってますか？ゴールだ！オフサイ？何？お取り消し！マジ？あら、オフサイド！ノーゴール！うわぁ、会場発狂！マジ？うわぁ！あれ、荒れてる荒れてる！コンテにレッドカード！コンテレッドカードいらんでしょう！うわ、すげえ！ボールの位置にラインが来るの、ちょっとなかなかないですね、オフサイドライン。いやー、コンテ最終節ベンチ外。コンテ、コンテ、大事な最終節ベンチ外。VAR 続いてる？何？試合続いてるんですね。なんじゃ、なんじゃあれ。マジトイレ行くために。そうか、レッドカードもらえればトイレ行けんのか。何最後の、最後のゴール。アダンがボール蹴って終わるの。コンテは先に早退しましたけどね。クリスチャーノ・ロナウドだったんかな。うわぁ。ちょっともうなんか、トッテナムの選手はやっぱ納得いってませんから、主審に聞きに行ってますし、なんだったらもう、一番アップで抜かれてんの主審ですね。一番もうこの、タレントたちを差し置いて、試合後、カメラの、アップをもらっているのは主審でございました。VAR で決めてるからね。いや、最後あれが入って、ゴール扱いで終わってたら、マジ劇的な、大盛り上がり試合、森田くんいるじゃん、後ろ。大盛り上がり試合でしたけど、VAR の結果、ノーゴールで、コンテ退場で終わるっていうのが、もう、なんか、ちょっと面白になっちゃったな。ちょっとトイレ行ってきます。
寒い。寒いなぁ。はぁ、あ。寒い。ボールの真ん中で線引き、あ、そうだね。なんか、オフサイドラインを、その、ボールでライン引かれるの、初めて見たかもしれん、桜子。VAR で。ボールの真ん中なんだね。スポルティング全然勝てた。決定機も私。そうだね。あの、後半みたいなことを前半からやられてたら、トッテナムが、こうはなってなかったかもしれないけど、で、森田も、途中交代しなければ、スポルティング勝てたかもな。勝てたかもな。劇的ゴールって流されるイメージ。VAR なかったらね、ゴールだったろうね。このグループ前評判通り接戦にあって楽しい。楽しいね。接戦だね。魔王座マッチ出身。そうだね。ほんと、VAR の審判に、拍手を送りたいですね。うん。スポルティングとフランクフルト同時抜けはなくなった。そうだね。そうかもね。うん。グループ最終節、どのチームにも1位のチャンスある。あれ、ちょっと、あるか？ちょっと待って、対戦相手的にないか。VAR 君のメンタル強、メンタル激強なんだわ。マジ。ねえ、人がやってたら、人的だったら、わからんぐらい。でもね、その VAR を用意してるのは、人だからね、VAR の出身が素晴らしいってことですね。スポルティングの監督あれ、ビエルサ式だったね。しゃがんで試合見るタイプだったの。うん。あ、そっか。左のふくらはぎは前の代表の時も痛めてたんだよね。森田くんね。まあ、最後ね、ピッチにいましたからね。普通にスポルティング、スポルティングとフランクフルトで対戦やからないのか。来週ね、スポルティングはホームでフランクフルト戦と、トッテナムはマルセイユ戦と、フランクフルトとマルセイユの試合が、フランクフルトが勝ったんですね、2対1。で、最終節、いや、ちょっと待てよ。スポルティング、フランクフルトがないことないのでは？得失点差じゃない？だって、トッテナムがマルセイユに負けて、
ないわ。同時はないか。うん。大混戦だね、グループ D。もつれてんね、グループ D。サクタロさんいらっしゃい。勝ち点整える、勝ち点整えてもらわんと。フランクフルトとスポルティングが引き分けて、トッテナムが大差で負ければワンチャン。いや、マルセイユが1位になるから、ないね。その時は。ミラン・ザルツブルグも面白そう。うん。でも、どこが1位になるか分かんないし、どこが2位になるか分からぬという感じですね、本当に。え、絶対にあれじゃない？勝たなければいけないのでは？すべてが同点だったら、とってなるムスポルティングってことになるわけですね。で、勝った方、2戦勝った方が上がるって感じですね。そう、勝たねば上がらぬ。負ければ絶対敗退。同点だったら、反対のチームも同点じゃないと、上位2チームはって感じですね。蒲田を決勝トーナメントで見たいからフランクフルト上がってほしい。スパーズ最終節前に1位抜け決めとかなあかんかった。まあ、やっぱプレミアは厳しいですよね。自力突破決めたいならどこのチームも勝利必須。そう。でも勝てば、だから最終節勝てば絶対突破だから、すごいね、簡単。勝てばいいんですよ、最後。ってなると、今までの5試合何やったんやけどな。すごない？今まで5試合もやってんのにさ、最終的に最後の1試合勝てばいいって、ない、な、今まで何やったんじゃない？ね、そのなんか、過密な日程の中さ、頑張って、合間に試合してさ、しかもチャンピオンズリーグ、だからこう、移動の距離もめちゃくちゃ遠くてさ、めちゃくちゃしんどい思いして、結局最後勝ったところが上行くってなんなん？なんなんか、しかも、なんやったら、コンテ退場なってるから、最終節取ってのは監督不在やからね。だから、状況、その最終節の状況をさ、こう悪い状況にして、しかもあれでしょ、最後、スパーズはアウェイだからさ、最後も最悪の条件、状況に追い込んで、
終わるやん。もう、最後で最後の試合で決まるんやったら、もうこの4チームでさ、くじ引いて対戦相手決めて、その1回で終わらせようでもよかったね。こんなね、楽しませてもらってなんか意味ないとか言って、ひどいファンやで。最後までチョコたっぷりのトッポみたいなグループ、ほんまやね。トッポなんかな。最後だけじゃない、最後の一口で。おはようございます、レジスタさん、いらっしゃい。最終問題2億点パターン、そうなんよ。うん、バラエティあるあるやん、もうバラエティやん。最後の問題、最終問題です。この問題に正解された方には2億点。わあ、今まで何やったーのね。フランクフルト CL 前にドルトムント戦あるんだ。うわあ。じゃんけんでよかったよね。最後勝てば勝ち点100、総100、勝ち点100ポイント。ポルトガルリーグの三強かなり強い。ねえ、ポルトガルリーグ強いんだな、やっぱ。未来人いたら、最初の5試合意味ないよって言われる。1試合やるだけで決まるで。スポルティングは勝っとかなあかん試合だった。うん、そうね、勝てそうだったしね。首位が一番ピンチだ。でも相手監督をレッドカードにしたのはあれなのかな。うん、トテナム違うグループだった、敗退決まってた。サポーターが一番ハラハラワクワクしてるの、このグループ。いや、ほんまそれ。最後までずっと楽しい。マルセイユも勝って、トッテナム戦勝って、最後スポルティングとフランクフルトが同点ドローだったら、マルセイユ1位通過だからね。トッポナムやん。うん。スポルティング退場でマルセイユ戦2連敗が痛かった。あ、それか。最初ね、調子良かったもんね。少年漫画なら主人公のチームが陥りがちな展開のスパーズ。あー、最後劇的決勝弾 VAR 取り消し、監督退場、予選突破は最終節に持ち越し、ありそうやね。どこが主人公？トッテナム？どこが主人公でもいけるんじゃない、このグループだったら。全然スポルティング主人公パターンもあるよね。あー、でも、あ、どうだろうね、あるよね。ランクフルトもマルセイユもいけそうやね。どこが主人公だったのか、最終節答え合わせやね。フランクフルトは EL2 連覇っていうのもあり。そう、桜子もね、やっぱ EL 楽しいよね、今年は。今
今年の EL はめちゃくちゃ楽しいよ。そのから結構やっぱり CL 至上主義じゃない、世の中のサッカーファンは。まあそれはそうなんだけれど、2022-23 シーズン、今年に限っては EL がめちゃくちゃ面白いから、ちょっと、マジで、そのなんか、CL 至上主義っていう価値観だけで EL を下に見てるんだったら、ちょっともったいないと思う、サッカーの見方が。普通に EL が絶対面白いもん。そのまあ、年によると思うけど、今年絶対面白いもん。本当に、サッカーご覧になってるんですかってなっちゃう。言えるとかって、くさくさってなってたら、もったいなって思う。めっちゃおもろいやんってなってるけどね。うん。だってね、こんな、日本人選手もいっぱいいるし、CL もだってさ、予選面白いもんな。なんか大会の一番面白いのってやっぱ準決勝やなって思うんですけど、予選も面白いもんな。イエルマーって冨安久保との日本人対決見れるのもあって、そうなのよ、面白い。もともとあからさまに弱いチームがないグループね。でもやっぱさあ、その各国のリーグを優勝してきてる、勝ち癖ついてる人たちだから、 CL 出場してくるのって。だからなかなか、なんだろうね、その基本的なスペックはさ、やっぱ5大リーグが強いんだと思うけど、全然強いよな。うん、他のグループと比べてここだけ明らかに混戦。トッテナム悪役側？ヒール側？あー、それもいいね。ヒールになりきれてないのがなんか可愛いんかな。トッテナムってヒールなりきれてなくない？ヒールであってほしい部分もあるの、もちろん。だからこのグループだったらトッテナムがね、バチバチに勝ち上がって、勝ちまくってドヒールだったらいいと思うねんけど、トッテナムってなんかヒールになりきれないくていいよな。EL 優勝したらすごいと思うね。だからあれなんだ、 ELCL の対戦面白い、楽しくなりそう、優勝の。死のグループ D だった説。そうだね。死のグループであり、生のグループだ、もう。全チームを生かすグループだった。おあまる、小松さんいらっしゃい。落ち込んでる CL3 位組と対戦しないと EL2 位は上がれないのも面白い。あ、そうなんだよね。落ちてきた CL の3位の人たちと対戦するっていうね。トッテナム強豪になりきれないイメージ。6位7位ぐらいで終わりそう、今季。なんだろうね、なんか爪が甘いのかな、なんか分からへんけど、
でもなんかそこが可愛いねんな。EL の決勝ソシエダとアーセナルになったら熱い。ないことないのよね。ないことないのよね。アーセナルはでもどこかしらでフェードアウトするんじゃないかなと勝手に思っちゃってるけどね。セルティックもね、頑張ってほしかったですけどね。EL 優勝から CL 優勝したクラブって過去存在してないはずなので、ぜひ頑張ってほしい。フランクフルト、冨安対三笘が見たい。冨安対三笘は見れるよな、プレミアで見れるな。二人とも試合に使われたら、今年は EL よりプレミア取りたい。アーセ、そう、桜子もちょっと プレミア優勝アーセナルを予想してるから、プレミア取りに行くんちゃうかなって思ってるんよな。交代の切り札がブライアンヒルの時点で可愛い。うん、可愛い。やっぱ取ってもなんか可愛いな。ポルトがしてんの EL 優勝からの CL 優勝。突破して長谷部を決勝トーナメントに出してほしい。いやそうだね、確かに CL 決勝トーナメント出る誠さんみたいわ。本当によ。バイエルンじゃなくて、どこまでいけるんでしょうね、あの人はね。うん。ちょっと別のグループの別のグループの順位表見ようかな。グループ C。バイエルン。勝ち点15、全勝してますね。うん。インテル勝ち点10、バルセロナ勝ち点4、プルゼニ勝ち点0。ここはもう決まってますね。バイエルン、インテルが CL グループステージ突破、そしてバルセロナは、Welcome ヨーロッパリーグ。ほんで、グループ A。ここも決まってますね。ナポリ、リバプールが、リバプールが CL 初戦こそ落としましたが、後4勝しているということですね。で、アヤックスが EL 来るかもしれないのかな？のかな？のかな？ですね。ありゃ。最終節が、アヤックス・レンジャーズの、直接対決だから、得失点差とか、4-0 か。まあ、ほぼアヤックスでしょうね。で、グループ B も決まっている。クラブブルッヘとポルトが突破。そしてアトレティコマドリードが、アトレティコがヨーロッパリーグかな？レバークーゼンの可能性もあるかな？
はい、これ で全部かな。うん、フランクフルト今グルこのグループでは3位ですね。はーい、こんにちは。ソンフンミンを見ておりました。あと CL 優勝だけ。そうなのよ取ってないの CL だけなのよね。長谷部Welcome to Europa League Barcelona ですね。トッテナムが強豪に勝てるイメージが湧かない相性もあるでしょうけどね。クラブブルヘ1位すごいよね。うん、あ、そっか、これ昨日の、うん、あ、これで全部見れんのかな。あ、これで全部見るか。グループ E は、チェルシーが突破決まってますね。で、ミランとザルツブルクがどうなるかわからないと。ディナモザグレブもワンチャンあんのかな ?5、6、7。あー、ないね。3位争いですね。で、マドリーも突破が決まっていて、ライプツヒが上がりそうって感じかな。シャフタールドネツクが EL 来るかも。ね、シティとドルトムントが決まってて、セビージャが EL と。コペンハーゲンが敗退と。パリとベンヒカが突破。ユーベとマッカビ。ユーベとマッカビどうなるかわからないっていう感じですかね。おー、ゆうべも EL 来てくれるかもしれない。おはようございます。LHK さん、Thank you! スーパーチャット !Thank you! ナイスパー!んありがとう、うん、フランクフルトのグループリーグ最終節はどこと。フランクフルトは、スポルティングとですね、うん、スポルティングのホームでですね。プレミア今年はニューカッスル強い。CL 出場枠さらに混戦。そうだね、ニューカッスル。あるかも。シャフタールがライプツヒ倒したら逆転かな。うん。トッテナム敗退する可能性全然あるね。その時は、トッテナムが EL して、EL 来てくれるかも。トッテナム EL 説ある。鎌田、公式戦10ゴール達成?すごーい!ナイススーパーチャート!ナイスパー!ナイスパー入れて偉い!
すね。トッテナムもスポルティングもフランクフルトもマルセイユも3位になる可能性はあるのかな。どこがどこも言える来れるのか。トッテナムあるでしょ。EL ノーロンダービーあるかもね。バルサ、アトレティコ、ユベントス、トッテナム、EL。やばいことに。あるね。トッテナム、EL 説あるね。マルセイユ来ても面白いしね。EL に。めちゃくちゃ豪華じゃない?ヨーロッパリーグ。楽しみだなぁ。おいでよみんな、EL に。EL においでよ。盛り上げようよ、EL を。で、これでさ、チャンピオンズリーグのグループステージの3位のチームと、ヨーロッパリーグのグループステージの2位のチームが対戦すんの?で、勝った人たちがヨーロッパリーグの1位の人たちと共にトーナメントになるの?合ってる?この後どうなるんだっけ?強ゴールね、見たかったね。まだ最後あるか。マルセイユ境戻ってきて、リーガがレアル以外崩壊してるの話。来ないで J2。 J2 沼にようこそ。過酷やからね、J2 の方が圧倒的に。でもなんか、どこもトントンになるんだっけ ?20 チームずつにね。なんで、あれ J リーグ、J1、J2、J3 全部20チームにするんやろね。なんかあんまりメリット感じないんだけど、なんでやるんだっけなんか誰が得するんだっけあれって。合ってる。アーセナル対バルサ決勝みたい。アーセナル対バルサ。EL の決勝でアーセナル対バルサ。でも、やっぱね、リーグは変わってほしいよね。同じリーグ同士で決勝戦とかやったら、それだって年2回も見れるねんよなって思っちゃうから、リーグ違いがいいなと思う。EL。6回制覇のセビージャも落ちてきそう。おわ !EL といえばよね。EL といえばセビージャやな。アーセナルソシエダが見たい。アーセナルソシエダ、どこのね、タイミングでもいいから見たいよな。どうなんねやろ。アーセナルとソシエダが対戦したら、ちょっとアーセナル勝つかな。アーセナル勝つかな。ソシエダは怪我人が全員復帰してベストなメンバーで対戦したしても、アーセナル勝つかな。アーセナル勝つかな。勝つかな。今のアーセナルやっぱ強いな。やっぱ強いチームは、一人一人の選手のチームへの貢献力とか
違うなって思う。ないじゃん、数値になればいいのにね、チームへの貢献力。何を基準にするか分からんけど。選手個人のスタッツの総合値よりもやっぱチームへの貢献力が高いチームが勝つなっていう感じする。徳島シーズン6敗しかしてないのに8位、引き分け23、負けてないのに8位ってことね。すごいね。いや、そう、いわき FC 楽しみ。いわき FC もっと早くから追いかけたらよかった。J2 から追いかけるか。いわき FC はもうこのまま J2 も勝ち上がって最速最短 J1 リーグ行ってほしいよな。もうなんやったらもうその J2 も優勝して J1 も優勝して解散してほしい。もうそのままなんか弾け飛んでほしい。爆散。もうで世界的な、なんか、もう、七不思議になってほしい。もう世界の七不思議になるやん、そんなん。かつて、そんなチーム、もう信じられへん。そんなチームが存在したとは。なんかね、口伝えに伝わる伝説になりそう。そう、全部優勝してね、毎年のぼね、ディビジョン上がってきてすごいっすよ。関東リーグから始まってね、全部、すごい、本当にそんなチーム存在するんだって感じ。秋田がよくわからんことにやってる。水戸はいつになったら J1 に上がれるんだろう。いつになったら J1 に上がれるんだろう。チームいっぱいあるんだろうね。おはようございます。平さんいらっしゃい。筋肉はすべてを解決するが証明されると思う。だから、なんか、すべての、本当筋肉系のメーカーさん、企業さんは、絶対、いわき FC のスポンサーになった方がいいと思うんだよね。そういう、なんか、注目のされ方されるからさ、今後。超大型巨人。森田、鎌田行ってくれ、決勝トーナメント。二人ね、同時突破はもう、今日の試合でなくなってしまったんですけど、どっちかは、行く。どっちも行かない、はないかも。どっちも行かない、ないんじゃない？多分、トッテナム、マルセイユ、同時に上がるがないくなったから、どっちかは絶対上がる。漫画みたいな。いわきが唯一苦戦したのが地域リーグ。やっぱね、関東リーグが一番激戦ですよ。もう日本の中で世界的に見ても激戦だわ、きっと。いわき FC J1 まで優勝した筋肉革命。筋肉革命。でも、なんか、筋肉注目されてるけど、筋肉だけじゃないんだもんね。いわき FC が強い理由は。ゴールドジムほんまよ。
フロン、いわき FC のさ、フロントサ、スポンサーはどこなん？ゴールドジムであってほしいよな。ベルディとジェフもね。朝青龍強すぎて爆散したみたいな、そうそう。そう。アルトも強すぎて爆散。まあね、その、おす、相撲、各界は、特殊な世界っていうのと、あと個人競技だからみたいなのもあるかもしれないけど、強すぎて爆散。もうさ、あの、行けるところまでお金稼いだら歩くない？ないか。それ個人の話やな、やっぱ。うん。なんか漫画にしてほしいね。いわき FC をモデルにしたなんか作品作ってほしいな。日本でできなくても海外でいわき FC をモデルにした作品を作ってくれることありそう。日本もさ、なんかあの海外の実際にあるチームをモデルにしてる作品とかきっとあるやんか。もうそれになりそう。作品のモデルになりそう。まだ爆誕編、まだ爆誕編か。そうだな、だって取れるタイトルまだまだあるもんな。全タイトル回収して終わる。全タイトル回収。J2、まだ残ってるタイトルが J2、J1、天皇杯、ルヴァンカップ、ACL、富士ゼロックス、あと何ある？タイトル、取れるタイトル。それぐらいかな。クラブワールドカップ？クラブワールドカップ、いいね。ハリウッド版いわき FC。勝手なイメージやけど、いわき FC は上位に強くて、下位に取りこぼすチームになりそう。なんか、あるな、そのチーム。レアルマドリードじゃない。それってレアルマドリードじゃない。いいですね。ちょっと来シーズンは J2 いわき FC の試合ちょっと見ていきたいよな。漫画にしたらそんなことできるわけないだろうって大谷選手みたいな感じで。じゃあでも結構さ、そんなこと無理でしょうっていう人生の人いるやん。大谷選手もそうやしさ。こんまる、ひよしさんいらっしゃい。ゆっくりしててください。あの、藤井聡太さんもそうやんか。作品超え。創作超えしてくる人たちいるやん。今んとこ、いわき FC 創作超えやからね。サッカーはね、やっぱ、翼くんがもう、やりきってもうてるから、翼くんを超えられることは、ちょっと、難しそうですけど。野球、将棋業界では、創作超えあるからね。何しようと思ってた？思い出した。なんかこの今後さ、同時視聴終わったあと、前なんか雑談してたじゃないですか。
この時間でマシュマロとか答えていこうかなと思って。なんですよね。うん。ね、結構ね、マシュマロいつも送ってくださってありがとうございます。全部ね、見てるんですよね。それに、こうなんか、直接回答するんじゃないけど、対応するみたいなのはやってるんですけど、対応必要なやつとかだったら。うん。今ね、マシュマロね、386来てる。全部読んでる。全部読んでるけど、回答しました扱いにはしてない。マシュマロが。マシュマロっていうのは概要欄に書いてあるんですけど、匿名でメッセージが送れるサービスですね。うん。実際にラノベのとんでも設定こじゃ、そう、なんだっけ、竜王のお仕事。護衛。奈良クラブは、入場者数クリアしました。あと順位。溜まった。溜まったわ。うん。よいしょ。本当ね、ありがとうございます。いつもね、送っていただいて。あ、鈴鹿ポイントゲッターズさんね。国立でやってた試合ですね。今日はマシュマロって何かを説明して終わろうかな。次からこの時間に読みますよ用のマシュマロ送っておいていただけるとありがたいかな。全然関係ないのもいいと思いますけども。マシュマロっていうのはね、マシュマロの画面を見た方がいいか。よいしょ。なんかね、マシュマロとは、これですね。見えるかな？よいしょ。匿名のメッセージを受け付けるサービスです。ネガティブな内容のものは AI がこっそり削除しちゃうので、ポジティブなものだけがあなたに届きます。世界はもっとマシュマロを投げ合うような安全さで満たされるべきという思想で作られています。まあでも AI をくぐり抜けて全然傷つくこと遅れますし、来ることありますけどね。直接的じゃなけりゃ傷つかないといえばそうではない。日本語とは。J2 の18位甲府が ACL とか普通にとんでも展開。あ、そういえばそうだか。甲府天皇杯優勝 ACL は結構創作超えかもね。こういうものでございます。はい。で、ちなみに、桜子さんの、今が386来てて、一番上が、おはひみ。おはひみ、過去お刺身っていう。11時間前に、おはひみっていう。何これ。何これ。何これ。っていうの来てます。もうめちゃくちゃ
マシュマロの例えに一番一番向いてない一番向いてないマシュマロが最一番新しいので来てます。誰ですか誰ですか。酔っ払って送ったんかな。いや、酔っ払って送ったでしょうみたいなのもあるね。確かに。おはひみ来てます。ちょっと待って。これあのさ、あの文字で見ても面白いけど、口で言ったらめちゃくちゃなんか、あの、音にならへんから全部無声化やからさ、なんかめちゃくちゃ気が抜けた。気が抜けた言葉になるんだけど。面白い。面白い。で、これがお気に入りボタン。これがスパム報告。ブロックっていうのもあります。確保差し見て。意味わかんなくていいよな。で、確認済みにする×ボタンみたいなのがありますね。うん。もらったメッセージ、もらった回答、お気に入り。で、桜子は質問したことがないので、回答はありません。お気に入り。お気に入りボタンも使ってないみたいですね。この辺ね、怖いんですよ。広告、さ、広告ってさ、桜子の中、検索結果とかを考慮して出てきたりするじゃないですか。あとなんか、ね、桜子さんのアカウントだったらないかもしれないけど、住所とか、ね、近所に関係してる、やつとかも出てきたりして怖いっすよね。メッセージ募集。こんな感じでございます。はい。おはひみ。こういうのでいいからね。こういうのをいっぱい送ってくださいね。いつもありがとうございます。お題はなしで、お題はなしでいきましょう。なんか、あの、流れで、あの、次回以降ね、お題、次じゃあこんでしましょうみたいなのあったら、それを設けてもいいし。初回はお題なしで。28歳は関係ないと思う。28歳は全然関係ないと思う。ですね。おはひみは確認済みにしましょう。かね。この386ね、読み切りたいですね。はい。次が。ちっちゃい男の子って、あ、そっかって一人でいきなり何かに気づくときあんじゃん。あれ、悟り開いてんだぜ。こうやると、全部見えるというね。ちょっと、場所が、良くないな。これでもあれかな。多分、あ、これが見やすいかも。桜子がさ、あの、ツイッターで、エキちゃんに、サッカーボールをプレゼントした、写真をあげたんですけど、それで、ちっちゃい男の子話を送ってくれたんだと思います。ありがとうございます。確かに、あ、そっかって言うかも。返信してほしい。確かに、返信しよっか。ここでな、このリアルタイムで返信して、あ、ほら、出た。これ楽天、桜子がもこもこ靴下検索してるからこんなん出るんですよ。そう、なんか、前にお誕生日で、ニーハイサイズのこの膝上のもこもこ靴下をいただいて、で、それめちゃくちゃ良くて、すごい使ってたんですけど、のボロボロになっちゃったから、買い替えようと思って、自分でも買おうと思って検索したの。もこもこ靴下を買いました。履いてないけどまだ。もう届きました。
これもめっちゃ検索して調べたからこれ出てくる。思ってたのと違う思ってた、マシュマロ思ってたんと違うっすね。ボロボロになったやつ捨てとくんで送ってください大丈夫です、大丈夫です。あのうちの地域にもゴミ処理は備わってるんでゴミ捨てられない地域とかじゃないから。これなん、うん、すごいね、悟りを開いているのか。悟りを開く、悟りを開く、なんかいや桜子、ね、配信中にね、なんか文字うタイピングが下手くそやから、喋りながら打てなくて、あとなんかうまい返しが考えられなくて悔しいからちょっと、うん、できへんなこんな感じで大丈夫です、うん、こんな感じで送ってください、お好きに。そういう時間にしたいなと思います。うん、匿名なんでね、いつも配信聞いててコメントとか、なんかアカウント名出るの嫌だからコメントとかしたことないみたいな方もね、好きなこと言えますので、あまりにも強い言葉は AI さんが弾いてしまうので、あまり強い言葉を使うなよ、弱く見えるぞ。なのでまあ、好きに送っていただけたらなと思います。あとなんかエッチな言葉とかはこうマシュマロにされる、ポコポコって伏せ字にされる。でその伏せ字を開けますかは有料だったりする課金しないので伏せ字は伏せ字のままです。おはようございます、北原さんいらっしゃい。よいしょ。あれそうですね、なんかお題はないですけど、みんなが見て楽しいといいかなっていう感じですね。うん、ワイワイできたら全然おはひみで、おはひみ送ってくれてもいいし、お待ちしてまーす。それが明日の配信後にもすでにできるんじゃないですか。明日配信ございます。明日はヨーロッパリーググループステージ1時45分からペースフェアアーセナル戦、そして4時からオモニアレアルソシエダ戦です。ウェーイ、楽しみ。2試合連続でやらせてもらってますのでよろしくお願いします。なのでね、ちょっと最近桜子さんサッカーの話、どちらが勝ちましたか、引き分けでございました、1対1。最近桜子さん雑談配信ないじゃないですかみたいな、うん、サッカーの配信しかしてないじゃないですかっていう方は、その試合後の時間だけ来てもうたりしてもいいんじゃないかなと思いますね。その雑談の需要のある方が今これ聞いてらっしゃるかわかんないんですけども、1時か、なんか1時間ぐらい雑談してもいいかもな。ねえ、ねえじゃないんだわ。ですね。うん。はい。楽しみだな。楽しみだな、雑談。ね、サッカー系のマシュマロもどんどん送ってもうて、それ以外の、こともどんどん送ってもうて、お悩みでもいいですし。という感じでございます。うん。はい。では、明日のヨーロッパリーグもよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルはサッカーを中心に同じ試合を見て盛り上がろうという同時視聴配信をしています。チャンネル登録、高評価56名の方ありがとうございます。高評価まだ押してないよという方もポチッとよろしくお願いします。ツイッターのフォローもお待ちしてます。
ではまた次回の配信でお会いしましょう。これからお仕事の方ご無理なさりませんように。学校行かれる方もご用事ある方もお休みの方ゆっくりお休みください。またにおつまるでした。グラシアスグラシアス Thank you。Thank you.